マヌエルチャーはドイツのプロボクサー。本名はマムード・オメーラチャー。レバノン出身。ドイツ在住。現 WBA 世界ヘビー級級王者。元 WBA 世界ヘビー級レギュラー王者。レバノンでシリア人の父親とレバノン人の母親との間に生まれた。父親はレバノンの内戦で亡くなっている。5歳の時に家族で ドイツへ移住した。チャーは17歳でムエタイを始め、それと並行してボクシングも始めた。2003年にムエタイのドイツ王者、2005年に体式ボクシングの世界王者、キックボクシングのヨーロッパ王者になっている。アマチュアボクシングではドイツの国内地区タイトル獲得の実績を残し、ザワーランドイベントのヘッドトレーナーのウィル・ウェグナーの目に、 トマりザ・ウアーラントイベントと契約を結び、プロボクシングに転向した。2005年5月14日、プロボクシングデビュー戦を4回判定勝利で飾る。2012年7月14日のデビット兵、VS デレックチゾラの試合後の会見に乱入して、兵に対戦を要求した。2012年9月8日、モスクワで、WBC 世界ヘビー級王者ビタリ・クリチコと、 対戦するも4回2分9秒 TKO 負けを喫した。クリチコはウクライナ議会議員選挙に立候補するため、この試合を最後に引退した。2013年6月19日、マンチェスターのマンチェスターアリーナで1回流れたデビット兵との対戦が計画されたが、兵が手を怪我したために延期になり、最終的に兵が対戦相手をタイソンフューリーに変更したため対戦は、 実現しなかった。2015年9月2日、エッセのショッピングモールのフードコートで友人で、ラッパーのキーワンと食事をしている最中に、チャーとインターネット上で言い合いをしていた人物に、腹部を4発撃たれ一時渋滞に陥る重傷を負った。2017年11月25日、オーバーハウゼンの k ニッヒピルスナーアレーナで、WBA 世界ヘビー級2位のアレクサンダー。 ウスティノフと WBA 世界ヘビー級王座決定戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収め、マックス・シュメリング以来85年振りとなるドイツ人ヘビー級世界王座獲得に成功した。2018年9月20日、ワダにより8月31日に実施されたドーピング検査で採取されたチャーの尿サンプルから2種類のアナボリックステイロイドの陽性反応が検出された。 ことが公表された。このため、9月29日に、ケルンで行われる予定だったフェリスを剣道との初、防衛戦は中止された。2018年11月14日、WBA はチャーニー6ヶ月間の資格停止処分を下すも、B サンプルの検査の際にミスでチャー側の人間を立ち会わせなかった、規約違反が起きたために、 WBA 世界ヘビー級王座は剥奪しないことを決定した。2019年1月21日、WBA がチャーの資格停止処分を取りやめ、チャーとフェリスを剣道に60日以内に指名試合で対戦し、その勝者がさらに暫定王者、トレバー・ブライアン VS ・ジャレル・ミラーの勝者と対戦するよう指令を出した。2019年2月19日、 ミュンヘンで4月6日に開催されることで内定していたフェリス・オケンドとの指名試合が、オケンドが期限までに試合契約書にサインをしなかったため中止になった。その後、暫定王者、トレバー・ブライアンとの間で行われるはずだった団体内王座統一戦の交渉がまとまらなかったことで2020年3月2日に、レギュラー王者、マヌエルチャート、暫定王者、 トレバー・ブライアンとの間で入札が行われ、ブライアンを要するドン・キング・プロダクションが200万ドルで落札した。チャーを要するダイヤモンド・プロモーションズと、セスポーツの連合が提示したのは120万ドルだった。2021年1月29日、フロリダ州ハリウッドのセミノール・ハードロックホテル・カジノで、暫定王者、トレバー・ブライアンと団体内王座統一戦を行う予定になっていたが、 契約問題から中止になり、WBA は2017年11月25日以来、約3年2ヶ月間試合をしていなかったチャーを、レギュラー王者から、休養王者へ降格した。2021年5月15日、約3年6ヶ月ぶりに試合を行い、ケルンのボックスジムで、クリストファー・ラブジョイと対戦し、2回小勝ち。2021年8月10日、チャーが、 プロモーターのドンキング、ドンキングプロモーション自身の共同プロモーターであるエピックスポーツなどに対して457万5000ドルの損害賠償を求めて米国地方裁判所に提訴した。ありがとうございます。